はぁ、エコネこんばんは、ハルケです。今回はファンタジー FC ボンジョルノを使っていきたいなと思います。スキル3、逆足3の選手になってます。身長114センチと大柄なセンターバックになってますね。能力に関してもですね、非常に高くですね、ペースは83まで上がりまして、守備能力だったりとかフィジカルも高いという風な選手になってますね。で、またリアクションも、高くていいなという風に思いますし、ビルドアップ能力も高いという風なところですね。で、プレイスタイルに関してはですね、プラスが2つ。ついていて、予測のプラスとスライディングのプラスがついていると。で、他はブルーザーだったりとか、ブロックとか、あとはエアリアル、等がついているという風なところですね。今回ケミストリースタイルはシャドウをつけて、使っていきたいなという風に思います。じゃあそれでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで行きます。やれるのかどうか、ボンジョルノ。セリエAのセンターバックとしては非常に優秀そうな選手ではあります。また有名な選手なんでしょうか。セリエ好きな方は知っているのかどうか、まあちょっと調べたところ、なんかね、それなんか結構ビッグクラブから誘いがあるとかないとか、そういう風な選手みたいです。アレッサンドロ・ボンジョルノです。さあどうだ。結構年齢も若くて24歳という、1999年生まれのボンジョルノ。トリノのセンターバック。やれてればすごくいいですよ。あとは予測のプラス、これは非常にちょっと期待感をね煽るようなプレイスタイルですから。やばいよ。早い。ナイス。相手はスミスいますからね。十分今の現環境、余裕で強い方に入ってくる ST になります。だからそいつを止めれるかどうかですね。さあ行こう。まあ、攻撃に関しては、おっと、ボンジョルノ、これです。もうがっつりスミスと。あ、でもいいよ。早くない？早かったな今。まあ、あとはケミがちょっと組みづらい感じはしますけど、イタリアアイコンだったりとか、あとはウドジェ使ってればイタリアで組めますから、そこでしょうな。いや惜しいけどな。やっぱペース83はね、やっぱ早いですね。なんか全然遅さを感じないです。全然遅くはない。ジョッキーもね、そんなに悪くはないよ。さあボンジョルノ、早いのよね。普通にでかいけどちょっと早いみたいな選手ですね、この人は。割といいよ。おお、この場で結構使ってる人多いな。作りやすかったか。あ、ボンジョルノ、ボンジョルノ、ナイス。ヘルドライダーナイス。ゴリッとやっぱ取り切るところみたいね。予測が出るとこみたいね。予測がね出てほしいね。さあウドジェから、おお、来るよ。スミスにはね突っ込んだらもう完全やられますんで。さあボンジョルノ、オッケー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 。今完全にボンジョルノがもう詰めてたな。ナイスナイス。ペースはね、普通に速い。まあ、加速もダッシュ速度もね止まってるっていうのがいいのかもしれないです。もしかしたらどっちも83やからね、結構そこはいいよね。あとは空中戦の強さ、バデやるな。なんかさっきから何回もバデがやってきよるぞ。スミスに、あ、これいける。いや出た出た、予測出たんちゃう。
今のちょっと予測出たんちゃう。ちょっとでもね、最近少し思っていることがありまして、やっぱりプレイサルプラスがね2つついてて、いつ出てるかもうがっつり視覚的にね分かるように、あのプレイスタイル出てますよみたいなつけようかなって、あのオンにしようかなっていう風に思ってます。しようか、後半からしようか、あ今しようか、今しますね。ちょっとごめんなさい、設定だね。これね本当にねずっとオフでやってたんですよね。確かねどっかにあるはず。探せ。どれや、ビジュアルか、ビジュアルっぽいな。これプレイスタイルプラスの頭上インジケーター、ちょっとこれやった方がいいか。ちょっとこれ一回これ入れてみます。そしたらやっぱガッツリ分かるんちゃうかなっていう。最初ね本当にね、なんかこれやってるとちょっと重なるみたいな感じがなくはなかったから、それでずっとオフにしていた。あれボンジョルのどこ、あれマジボンジョルの後ろいる、あれボンジョルの、あれボンジョルのまさかの入ってこない、あれうわむっちゃ後ろいるわ、がっつり後ろいます。うそ、ボンジョルのコーナーに入っていかないよ。あれほら今のハーランドっぽい、ハーランドっぽかったな今モーションが、めっちゃハーランドっぽかった。そのボンジョルの入ってこへんか。マジボンジョルの入ってきてほしいな。おお、アテネア頑張れ、アテネア頑張れ、アテネアに出そう。うん、惜しいよ。あ出てるプレイスタイルがスライディングのプラスはねちょっとどうなんやろかっていうところありますよね。プレイスタイル出るなはねやっぱ普通にやっぱ強いですね。なかなかやりよるベルナ、あおバでやるな。ボンジョルの、いや惜しい惜しいよ。スミスはやっぱ強いからね。あブルーノナイス、出てるプレイスタイルが出てるぞ、プラスが出てる、惜しい。おい、ただここ早いねんな普通に。ボンジョルの早いねん、なんか分からへんけどボンジョルの早いよ。 OK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  コーナー入れよ、ボンジョルの入れよコーナーに、あのゲージを多くします、増やします。多分今1でやってるんちゃうかな。あーそうね、これね4とかにしたろ、4とかにしたらさすがにボンジョルの入ってきよるから、ボンジョル絶対入ってきよる、センターバックなんだから。おーおーおー、容赦なしがすごい光ってたぞ、すごいな容赦なし今光るんや。こんなんも今作のも終わりとかなったら11人光ってるみたいなことあるんちゃうか、11人容赦なしみたいな、ありえるよね。もうこの先プレイスタイルがどんぐらいになってくるのかっていうのがもう本当に怖くなってきます。最終的には5個とかついてるやつおるやろな、怖いわ。ボンジョルノの予測みたいな、予測をやっぱり見たい。あとパスはね全然やっぱりうまい。おお、ベルナナイス、ベルナナイスよ。おおナイス、どうぜ
いいよ。ボンジョルノ。ナイスだ。まああとスキルがね2から3に上がったっていう、ここはちょっといらなかった気はします。逆足4だったらもう最高。ボンジョルノ来るよ。はいよ。オッケー、キープ。はいや、クーニャ。もうスピードで完全に無事抜かれたな。ちょっとボンジョルノ行きたかったね、今。中切り返すんじゃが、中にもスミスいましたからね、ちょっとそちらを見てたボンジョルノ。仕方ない。クーニャの強さ。いいよ。ボンジョルノ見せて、中見てて、ボンジョルノオフや。オッケーオッケー、いいよ、いいっすよ。さあカフーだ、カフーが来るぞ。おっとっと、トリベーラ今発動してた。どこで発動してんの今。ボンジョルノ、おい、オッケー、ナイス。でもヘールトライダーあれもっと寄ってほしいよな。もう AI がもうおかしなってます。ナイス、アーリンハーラン、アーリンハーラン、おう、惜しい。スミスが抜け出してくるぞ。来た。ナイスキーパー。ナイスキーパーよ。さあボンジョルの空中戦。オッケー。ナイス。一応パワーヘッダーはついてませんが、エアリアルはついていると。身長もでかいんでね。空中戦も頑張ってくれるでしょうと。さあブルーノ。おお、来るよ。中見てて、ボンジョルノ。お、ボンジョルノ飛んでた。危ない。ボンジョルノが飛んでました今。一瞬空中で止まったよ。ナイス、いいね。どこでトリベラ発動してんね。オッケー。アーリンハラ、あ、ウゼビオ、アーリンハラ、わお、頼むよ。おお、来るよ。ボンジョルノ。スミスをね使った。え、ハル？あるか。今完全に今ボンジョルノの見せ場やったのに奪われたよ。ボンジョルノの見せ場。あ、見てるよ。来たよ。おら、ボンジョルノ、おら来た。今のはブロックやった。ブロック予測じゃないの。いいよ。 OK。 ナイス。ボンジョルノナイスよ。全然ボンジョルノ。来るか。オッケー。守備はむずいな、やっぱりな。ちょっと危ない。ナイスよ、ボンジョルノ。オッケー。逆足を結構使いたがるな。逆算やけど逆足を使いたがります。彼はボンジョルノ。あ、当てね、アテネア、アテネアさん。オッケー。残り7分ぐらい。ボンジョルノ。オッケー。早いな。お、クーニャ早すぎひんか。ボンジョルノもうちょっとペース欲しかった。それか。クーニャ早すぎやろ、やっぱマジでコスパいいな、クーニャ。ボンジョルノ逆足使いたがるな。左利きじゃないよね。ナイス、
さあ時間ないよ。ボンジョルノマジあれ追いつけんか。あ待って諦めた。あ放置してるな。ちょっとこれ2試合目いきます。はい2試合目いきたいと思います。ちょっとね1試合目ではあまり見せれてなかった気がするんでボンジョルノの力、うん、なんでちょっと2試合目も見ていきたいと思います。ただまあ結構問い切ってくれたりとか、まあ、スピードの部分がね、まあ、速いんだけど、どうなんだろうかっていう、もうちょっと速かった方がいいんかなとか思ったりはしますね。相手はまあ結構コスパですね。押し面、まあ、押し面とかルカクの、まあ、スピードあとはフィジカル等についていけるのかどうか、そこが鍵になってくると思います。めちゃくちゃコスパ。さあボンジョルノ、さあボンジョルノがどうだと。あうまい、あうまい、ナイス。ボンジョルノがどうか。ボンジョルノどこ探して。これがなんか狙ってきそうな気もせんでもないな。いやルカクか、ルカク対ボンジョルノ。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。オフ追うか、いいよ、いいね。一応パスのねやつもついてます。的確なパスかな、鋭いパスかな、どっちやったよ。的確なパスかな、だからバツパスとかも多分いい感じちゃうので。結構やっぱ逆足使いたがるんでね彼。あーベルナーが早い。わお来た、これ来たよ。一応4つにしましたけど入ってるな、とんでもない数、うじゃうじゃおるな。ちょっとブルーノにしようかな、ブルーノ、ブルーノにして、でボンジョルノですよ。ボンジョルノさすがに入ってるよね。あいた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 ぞいたぞいたぞ、気づかれんな気づかれんな。むちゃくちゃおるね、むちゃくちゃおる。ちょっと入れすぎたかな、4はさすがに。オッケーナイス、ウドジェがナイス。あオッケーオッケーナイスナイス。コーナー人多すぎやろ、ちょっとコーナーキック、コーナーキック狙いたいところであるな。下手やな下手やな、ウドジェのシュートがちょっと体勢悪かったらもう飽きませんわ。やっぱりディフェンダーの選手で決定力高いよまだね。でもやっぱなかなか厳しい、なかなか厳しかった。コーナーキックとんでもない数の選手入ってたけど大丈夫かっていうぐらいうじゃうじゃおったぞ。さあボンジョルノ、ボンジョルノどうか。いいよナイス、ケスラーナイス。わあ。お、エウゼ。アテネア。なあ。ディロレンツやるな。お、早っ。フェラルディ。ボンジョルの中見て、中見て。中探せ。おおナイス、危な、いいよ、ヘルドライダー、ナイス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 だよ。ハーランドこれいけんちゃうか。あーいったいったいった、来た来た来たよ。ものごつ入ってんねん人が、この中に。てかそもそもこの大勢の中にボンジョルノ合わせれることができるんかっていう。あ来たんちゃう、わーアテネアに行った。これ本当にコーナーキック誰がどこに配置できるかとか、なんでその機能がないのかっていうのはもうずっと思います。それカスタマイズできたらねすごくいいのに。わーナイスキーパー、あー そこぼれたか。
ボンジョルノね、ブロックしてくれるかなと思ったけど、ちょっと位置が悪かったのか。ほんまにコーナーキックのカスタマイズだけは全く行われないですね。これできたらいいんやけどなとはずっと思います。うわー、コーナー出ろ。惜しいよ。でもボンジョルノの方ね。結構ルカク側から攻めてきますけど、アテネア。うわー、ロメロ強い。ロメロ懐かしいな、サンダーストラック。あ、来たよ。ボンジョルノ、ナイス。カフーナイス。カフーで行こう。もうこの際ハーナ、ナイスハーナ。来たよ。これ、ま、合わせるのが難しいな、そもそも。アテネア来てくれた。アテネア来て、でボンジョルノは、ボンジョルノいたね。ボンジョルノ行こうか。いや、コーナーが下手。あ、これやばいよ。ボンジョルノおらへんよ、後ろからボンジョルノ。それは大丈夫でしょ。ナイス。ちょっとボンジョルノ対ルカクやな、これ完全に。あ、狙ってくる。オッケー。あれやな、ちょっとアテネアをショートでおびき寄せて、そっからやったらいけるな、ボンジョルノに。あとはコーナーが合うかどうか、そこだけの話。さあ、カフーで行こう。もうカフーで、あれハラの。さあ、ケスラ。うわー、ボンジョルノ。ナイス、ウドジェ。ナイス。さあ行こう。いやー、なかなか弾かないな。ボンジョルノの活躍を見たいよ、やっぱり。あ、ボンジョルノの活躍を見たいよ。ボンジョルノ、あ、おーっと、今完全にボンジョルノの覇気でしょうな。いい圧でしょうな、今の。完全にいっとるぞっていう、いけるんやからな、いつでもみたいな感じで待ち構えてはいました。あ、容赦なし。気になるな、ちょっと気になってくるな、これ。さあ、ボンジョルノが2点取って逆転ができるのかどうか。ボンジョルノにかかってます、全てはボンジョルノのために。ボンジョルノゲー、枠いってよ、枠に収めてよ。あれはぜひとも枠に収めていただきたい。ボンジョルノ来るよ、でもいずれ来るよ、彼は。あ、ボンジョルノ。よーし、ナイスだ。そっからのパスもナイスよ。パスのプレイサイドついてるからね。来たよ。キャッチされるかね、あれ。やばいよ。OK。ナイス。あ、いいね、逆足さんやけど、ナイスやね。あ、ちょっとアテネアがね、調子悪いですね。
OK、ナイスキーパー。オシメンもね、早く強いオシメンが出てほしいなというふうに思いますけれども、全然来ない。最後に来たんだって RTTF でしょ。全然来ないね、オシメンが。わあ、当てね変えよ。当てね変えましょう。ちょっとさすがにボンジョルノが切れとるわ。あ、ナイス、ボンジョルノ、ボンジョルノゲー、素晴らしい。いいよ、アテネアかんな。ちょっとアテネアがちょっとこの試合は、おお、いいパス出すけど、あれ Y やったら通ってさえもんな。紙面ちょっとパスあんまりうまくないから。あ、エルゼビオ、ちょっとアテネア変えようか。アテネアちょっとね、試合前ゲー入ってたんでね、試合前完全にゲー入ってたのでちょっと厳しそうやなっていう。あ、ボンジョルノちょっとスタミナが低いのか、82、ちょっと低いな、ちょっと低いな。相方ピンピンしてるもんな、だってちょっと低いか。ボンジョルノ82は、85はちょっと欲しいね。さあ行きましょう。ボンジョルの力まだまだ。あ、ディバラが入ってきたかな。相手はディバラ、マレンが入ってきた。ディバラおらへんかったよね、多分。ディバラが入ってきたっぽいですね。あとはファンダイク入ってきたよ。オイル、おお、ナイス。さあボンジョルの力を見せつけよう。ブルーノにして、で1人4での、ボンジョルノですよ。完全にボンジョルノが来るよ。フルへ来た、ボンジョルノ。ボンジョルノが横からグーン行ったった。今完全にキーパーも出れなかったな。ほら来た、ボンジョルノ。高かったな、ボンジョルノ。グーン来たもんな。いいね、いいよ、ボンジョルノ。素晴らしいですね、ボンジョルノは。あっとっと、ファル、早く始めろ。あー、ボンジョルノ、いいよ、ナイスよ。取った後のね、パスがね、やっぱうまいのよね。そこがすごくいいところですね。うん、さすがにな、さすがにちょっと今のは。ナイス、うわー、強いな、ボンジョルノ。 OKOK、 ナイス。それはないやろ、ナイス。今のカフーが取ったけど、ボンジョルノも取ってるからね。ボンジョルノさん大ピンチ、危な、ボンジョルノ、ああ、ちょっとボンジョルノさんのね、ちょっとボールロストからという感じになってしまいましたけど、コントロールスプリントがものごっつ 重かったね。やっぱディフェンダーだからさすがにそれまでは求められない。ただボンジョルノが2点決めて終了です。うわー、ちょっと待って、ボンジョルノが2点決めて、ただむちゃくちゃコスパやね。OK、 ナイス。あー、危ねー、コーナー取りたいな、コーナーを取りたい。いける？あ、いやー、取れそう。出る？オッケー。
パス割る。パス割る。OK、いいよ。それはボンジョルノ。ナイス。今の予測出た。遅いよ。いいよ。時間ない。来た。来たよ。キサ頼む。わお。コーナー。コーナーもう一回欲しいね。コーナーもう一回欲しいよ。早いな、マレン。ボンジョルノ。ボンジョルノ来るよ。あ、コーナー、相手のコーナーが来ました。さあ、ボンジョルノ守れるか。あれ、どこ、やばい、危ね。ナイキ。 GG です。 GG です。いや、ボンジョルノね、いいですよ。普通にボンジョルノ全然悪くないっていう感じですね。なんかむしろあんま欠点がないという感じはしますね。ただまあペース、まあ1試合目ねクーニャにもぶち抜かれたシーンがあったんで、ペースはなんかもうちょっとプラス 2,3 欲しいなという風なところではありますけど、まあ普通に取り切れもするし、予測のプラスのおかげで、でインターセプトもしてくれるし、別に AI も悪くないし、でその後取った後のパスっていう風な部分も、逆足はね3のままでしたけれども、結構逆足でも通してくれる場面が多くて全然いいですね。 SBC の値段も結構安くて11万なんで、かなり格安な強いセンターバックかなというふうに思います。あとはアップグレというふうなところで、結構ね最近直近ではね怪我をしていたみたいなんですけれども、まあ、このファンタジー FC が対象となる4試合の中ではまあ復帰するだろうというふうには一応言われてはいるんで、まあ出場も結構なんか濃厚になるみたいな感じなんで、であとは4試合、フィオレンティーナ、ナポリ、ウディネーゼ、あとはモンツァ、この4試合がおそらく対象になるかと思うんで、その中でまあ2勝できるのかどうか、あとはクリーンシートできるのかどうか、また出場できるのかどうか、11得点できるのかどうかというふうな、ところですね。結構ワンチャンプラス3とかあるんちゃうかなっていうふうには思います。まあナポリ、フィオレンティーナが結構強敵な感じはしますけど、そこをワンチャン乗り越えれれば見えてくるんちゃうかなと。プラス3、4、やっぱできればプラス2は行ってほしいなと、いうふうには思うんですけど、まあ、そのアップグレードの期待も込めて、あと SBC 価格の安さっていうのも踏まえてみると、全然作っていい選手かなというふうには思います。特にセリエアスカットの方でセリエのセンターバック使ってるって方は、こういう人と取って代われる人の方が多分多いと思うんで、めちゃくちゃいい SBC 選手かなというふうに思います。作りやすくってアップグレの可能性もワンチャンあると、復帰すれば全然プラス2とかいけると思うんで、まあそこに期待っていうふうな部分ですね。まあ十分強くてプレイスタイルプラスの予測っていうのもでかかったなというふうには思います。ぜひちょっと気になる方は作ってみてほしいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。